そうですね、読みましたね。夢の国に行った際にトイレから出てきたらやけに注目を浴びるので不思議に思ってたら、近くを歩いてたキュートな女の子のキャラクターがこちらに大慌てで寄ってきて、スカート直してくれました。そうです。私はスカートの後ろ側がパンツに巻き込まれて、お尻丸出しだったんです。ああ、恥ずかしいですね、これ。まあ、女の子は割とそういうエピソードを持ってるみたいですよね。うん、で、もう一個ね、それと同じようなネタなんですけども、ラジオネームに自転車ガールさんからいただきました。うん、私の赤っ恥体験は去年の12月、新しい自転車買って、それを漕いで帰る途中のこと、交差点で進行方向に止まっているおじさんを避けようとしたらそのまま転倒、スカートが思いっきりめくり上がり、おじさんに丸見え。恥ずかしさのあまり心配してくれたおじさんに答えず、ダットのごとく逃げ出しました。おじさんごめんなさい。うん、やはりこう、スカートっていうのは大変ですね、女性はね。まあ、僕ら履いたことないじゃない、まあ、うん、入野さん履いてるかもしれないですけど。なんでだよ。その理由は何なんだ、入野さんクラスになると履いてる可能性ありますけど。俺、うん、そうだね、うん。俺クラスになるとね。そうなんだ。僕はちょっと履いたことないんで分かんないですけど、あんな不安定なさ、なんだろう、着物ないだろ、うん。ないね、うん。あれ、スースーするもんね、あれ絶対。絶対スースーすんだろ、うん。あれだって冬とかさ、うん、頑張って履いてる人いるよね。いるいる。まあなんかタイツがあったかいって言うけど。うん。本当なのあれ。と思うよな。タイツってさ、だって、タイツってだって、もうぴったりしてる。いやでもあったかいらしいんだあれが。なんだっけ、デニール厚さ。知ってる人、それはね、俺学んだことある、うん。デニールね。デニール。うん。100デニール。そうそうそう。何デニールが濃いの？あれ、100デニールが濃いの？単位がデニールだってことは知ってんだけど、うん、100は濃いんだね。100濃い。な、それがなんか厚ければ厚いほど冬でも全然いけるんでしょ？うん、冬はやっぱ何デニールからなの？何デニールなの？120デニール。あ、180。え、80から？え、80はもう厚いんだ。へー。え、一番厚いのって何、200デニールとかあんの？200はない。200デニールはない。うん、もうほら、男にはわかんねえもん、そんなの。もうちょっと。200デニールとかみたいな反応だったの、うん、何言ってんの何言ってんの、うん、感じたけど、うん、デニールっていう言葉がちょっと俺面白くなってきちゃったの、ちょっと。うん、デニール。それデニールだよ、それ。もう、男ってバカだね。デニーロだよ、それ。本当にね。ね。まあまあ、でもこれ恥ずかしいよね。まあ、わかるわかる。これはだから、自転車ガールさんと、川島の。まあ、女性あるあるだもんね、それね。女性あるある。男にはちょっとわかんないやつだけど、ありがとうございますだから、むしろさ。あ、むしろ、ありがとうございます。あ、確かにね。そうそう。そんな状態で出てきてくださって、誠にありがとうございます。パンパンっていうことで、じゃあ打ち上げますか。はい。それでは。